浜田さん。まだ手に入れてなくて、君の力びっくりさせちゃってごめん。バディーガーディアンを調べたいから警察の中に。マノチ学校が大変です。もう一度私たちを助けてくれませんか。先生が行方不明になって彼の部屋には。こいつはクレイテックの秘密の部署が作った新しいロボットなんだけど。手を忘れたのですか。日本で起きたことは誰にも言わない。絶対に危険だと思う。あなたはスイレンの刀のために勇敢に戦ったわ。もう一度先生のために戦って。君は名探偵だと思ったから声をかけたんだけど。あなたは謙虚なヒーローね。大丈夫、山の内学校の卒業生たちが協力します。